こんにちは、フィフィです。国の対外信用度を示す指標で CDS、クレジット・デフォルト・スワップというものがあるんですが、韓国の CDS が高い水準にまで上がっています。この数値が高くなると危険なんです。これ新型コロナによるパンデミック直後の2020年3月に比べて高い水準になっているんです。 韓国の金融の状況がすごく厳しい状況になっているということなんです CDS はその国がデフォルトする可能性がどのくらいあるのかを見るときの指標になります韓国の CDS はこの1年で特に急上昇しています 確かに韓国のデフォルトリスクが高いとまではまだ言えませんが CDS がどんどん上がっているのは確かなんです危険水域まで上がってからでは遅いので韓国政府は今すぐに対策を取らなければいけません韓国では国の借金も膨らんでいますが家計と企業など 民間の借金もとんでもなく膨れ上がっていて、金融機関が危機感を持っています。韓国の民間の借金ですが、国内全体の経済規模の2倍を超えていることが分かりました。特に多くの自営業者と企業が破産に追い込まれるリスクが高くなっています。韓国銀行がまとめた報告書によると、 昨年7月から9月の末の民間の借金の合計は、韓国の GDP に対してなんと224%にもなっていたことが分かりました。これ韓国史上最も借金が増えたそうです。金額では、家計と企業の借金の合計が約374兆円にもなったそうです。これでは金融機関が混乱しますよね。 韓国では金融の混乱が起きるのではないかと察した銀行員たちの希望退職が増えているんです。しかも大手の銀行でですからね、日本では考えられません。銀行員といえば花形の職業で大体どの国でも給料が高いですから、つまり韓国ではそれくらい今、銀行の業界がやばいことになっているんです。 12月から先月末までに韓国の5つの大手銀行だけで3000人以上が退職しただろうと報じられました。これはもう異常事態が起きているということです。このままでは韓国で金融危機が起きるのではないかと危機感が高まっています。韓国では1997年に金融危機が起きています。 あの頃の金融危機を経験した人々は特に今の韓国の状況を恐れているでしょう。韓国の人々にとって金融危機は生活が一変するほど衝撃的なもので決して忘れることができない大事件なんです。外貨の流出に直面した韓国政府は1997年11月21日 IMF に 緊急融資を申請しましまたこの時ノンバンクが全て営業停止になって金融システムは麻痺状態に陥りました大企業中小企業零細企業問わず企業の倒産が相次いで多くの人々が路頭に迷ったんです。 ほとんどの国民は IMF とともに危機がやってきたと感じたことから韓国で1997年に起きた金融危機は IMF 危機または単に IMF と呼ばれていたりもしますだから韓国の人は再び IMF がやってくると今恐怖の中にいるそうですまた危機といえば 今、韓国のサムスンの経営が危機的な状況にあります。サムスンに入社して5年目になる半導体エンジニアがサムスンの代表にこんなメールを送ったことが話題になりました。これまで会社で働いてきて危機という言葉をかなり耳にしてきましたが、これまでのどんな時よりも 今が一番危ないと思われますと、こうした内容のメールを社員が経営者に送ったというんです。この社員は不利益を被る可能性があっても、絶対に必要だという思いがあるから、この文を公開するとして、このメールの中に会社の問題点をこと細かく書いていたそうです。 上下関係が厳しい韓国の組織社会で、こうして下の人間が上の人間に対してダメ出しすることは異例のことなんです。あと、これだけではありません。本当の危機がやってくるような不安感があるとか、もうサムスンはもういつ1位の座を奪われてもおかしくない会社など、こうした声が、社内の掲示板サイトなどに書き込まれているんです。 これはサムスンの社員たちが書き込んだもので今年だけで1000件以上も書き込まれたといいます、まあ、実際にはもうすでに半導体の組み立ての分野でサムスンはこれまでは1位でしたがこの1位の座を台湾の TSMC に取られていますエンジニアの間では サムスンは原価削減や開発期間短縮に没頭するばかりで重要なことをしていない誰が責任を取るのだろうといった批判の声まで上がっているんですねただここでサムスンの社長はムン・ジェイン政権の時に親日だという理由で不正があったと政府から言いがかりで見せしめとして刑務所にぶち込まれていました。 グループオーナーのリーダーシップが不在な中で、サムスンは台湾の会社に遅れを取ってしまったんです。2021年秋頃にサムスンのトップはようやく恩赦という形で刑務所から出るんですが、その足ですぐにアメリカに飛んだんですね。ぼやぼやしていたら台湾に半導体分野で先を越されてしまうとわかっていたからです。ただ、 時すでに遅しでサムスンのトップはアメリカに行って自分たちがすでに蚊帳の外にいることを知るんですアメリカは日本と一緒に台湾の半導体をバックアップしていこうと動いていました2021年11月アメリカ出張を終えて帰国したサムスンのトップは韓国の空港に到着して取材陣の前で 肩を落としてこのようにつぶやいたんです。アメリカで長い間会えなかったビジネスパートナーたちと会って率直に話し合うことができたが半導体市場での韓国に対する冷酷な現実を直接見てきたので重い気持ちになったとコーサムスンのトップが語ったんですそして報道陣に残りの話はまた別の機会に話したいとだけ言って 記者からの質問に答えず報道陣にはただ「お疲れ様でした」とだけ言って空港を後にしましたこの時もサムスンのトップは韓国の半導体が台湾に越されることも分かっていたんです冷酷な現実を見たと言っていましたがそれはアメリカや日本が韓国ではなくて台湾の半導体をサポートしようと動いていること このことに対して言っているんでしょう。韓国はアメリカの同盟国ですから、本来アメリカが支援すべきは台湾ではなくて、韓国のはずなんですよね。韓国はアメリカに対する日頃の言動が影響して、ここまでアメリカに嫌われていたんです。まあ、これもサムスンのせいでも何でもなくて、韓国政府の責任が大きいんです。韓国政府が アメリカに対して生意気なことを言うから、こうしてサムスンがそのとばっちりを受けたんです。サムスンの創業者であるイ・ゴンヒ会長は絶えず社員たちに危機意識を植え付けて、サムスンを世界最高の企業に導いていきました。ただ今は本当にサムスンが危機に直面しています。サムスンの危機は韓国経済の危機でもあるんです。サムスンが傾けば 韓国が傾きます今韓国の半導体業界は資金がなくなっていくだけではなくてなんとか生き残った半導体メモリーメーカー同士で提携するか合併するかを検討しなきゃいけないところにまで来ているそうです。新型コロナのパンデミックの中ではリモートワークということもあってコンピューターやタブレット スマートフォンを購入する人もいたんですが今は売上高が急速に減少しているそうです今消費者と企業はインフレと金利上昇に対応するために高い買い物をするのを控えているんですね 韓国に限らず半導体関連の部品は大きなな在庫を抱えるようになったんです特に台湾の半導体にシェアを奪われたサムスンなどの韓国の半導体メーカーはすでに生産すればするほど損失が大きくなる状況なんです。 半導体メモリの需要を示す重要な指標である在庫は3倍以上にも膨らんで供給量の3か月から4か月分と過去最大に達しています今後もさらに韓国の半導体は厳しい状況に追い込まれるでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。